秋田市中心市街地で活躍する有志の皆さんにお集まりいただき、そこからいただいた情報を紹介するコーナーです。一つ目の話題はこちら、よだれが止まらない最高のバーベキュー、川端ルーフトップ肉広場。ゲストに川端ルーフトップ肉広場から伊藤智弘さんにお越しいただきました。はい、どうぞよろしくお願いします。よろにくお願いします。よろにくお願いします。よろにく言えました、言いました。よろにくリハーサルで失敗しましたからね。はい、そうですね。よろしくって言っちゃいました、はい、僕はお願いします。はい、川端ルーフトップ肉広場は毎月第2第4の火曜日にアルベで開催している U1 マーケットにも出店しています。今日はまさに第2火曜なので、この後午後3時から開催です。この後あるんですね。はい、そうですね、3時から、はい、皆さんぜひお越しください。はい、こんな感じでね。そうなんですよ、出店多いんですよ。出店多い、うん、いろんなブースあるので楽しめると思います。楽しそう。はい、さあまずはですね、川端ルーフトップ肉広場とはどんなお店なのかというと、はい、秋田市大町にあるビルの屋上でバーベキューを楽しめるお店となっております。はい、このビルの上にね。新しいよね。そうなんですよ。ちょっとこのビルでエレベーター屋上まで行ってのなんかその道すらもちょっとワクワクできるんですよね。ありがとうございます。はい、はい、肉広場でございます。伊藤さん、どんなメニューがあるんでしょうか。基本的にはアメリカンバーベキューなんですけども、うん、アメリカンビーフとか、うん、塊肉と塊のお野菜とかですね、うんうん、まあ、とにかく塊にこだわった料理を出しております。うん、手ぶらで楽しめますので。手ぶらでバーベキューですよ。はい、これはいいですよね。値段もね、リーズナブルに、基本コースから。そうですね、プレミアムコースも5000円ですからね。はい、うん、そうですね。で、食材持ち込みもできるんですね。はい、これそうですね、持ち込んでいただいて、うん、好きにやっていただいても楽しめます。キッズのバーベキュープレートもあったりで、はい、うん、いいですね。お子さんもね、楽しめるし、いいんじゃないですかね、これ。すごい。お客さんはどんなお客さんの層が多いですか。お客さんはそうですね、30代、40代が多いですね。うんうんうん、はい、お子さん連れてとか、家族連れて。そう、家族ですね。で、最近はちょっとコロナで難しいですけど、うん、団体のお客さんも多かったんですね。部活の打ち上げとか、うんうん、あのスポーツのとか、うん、部活動とか ね、 うね、うん、あと会社の懇親会とか全部貸し切りで20名からやってますんで、気兼ねなく楽しんでいただけるお店です。絶対楽しい、ね、それはもう、はい、いいですよね。どんこだって自分たちでバーベキューやるとしたら大変じゃないですか。はい、火も起こしたり、自分たちでやらなきゃいけないのが手ぶらで、手ぶらで伊藤さんが全部準備してくれる。全部、はい、それがいいもんね。かつその焼き加減とかも全部もう伊藤さんが全部も全部。そうですね、今食べ頃ですという状態出してくれるんですよね。そうです、はい、片付けも全部伊藤さんが全部私が助かりますね、本当に。片付けも大変じゃないですか。片付け大変。たまに SNS 見るのよ、この後片付けですって写真を、ね、手伝いたいなと思うもん。はい、料金込みで込みで、はい、込みでできるということで、散らかし放題今の語弊があるルールを守ってね、ルール守って、綺麗にやってくださいね。はい、で、伊藤さん、バーベキューの資格も持ってるということで。はい、そうですね。はい、キャミさんも資格持ってるんです。そう、あのね、うん、4年5年ぐらい前に秋田市で、うん、それこそその検定を、うん、伊藤さんが開催した時に参加させていただいて、うんうん、取らせてもらいました。初級っていうやつですね。初級ですね。初級、中級、初級、中級、上級、あと上級、先生の資格とか。あ、その上に僕はあるんですね。伊藤さん先生。そうですね、一応これ、これですね。すごい。あ、見えますかね。パッチがある。これ上級と、うん、これ先生ですね。カメラこれ寄れますかね。すごい、バッチ。バッチかっこいいの。名刺もかわいい。はい、すごい。な感じですね。ちなみに、今このつけてる、これエプロンは、うん、あ、これですか。はい、これなんかバーベキュー専用のエプロンで。専用。専用ですね。すごい、いっぱい収納のとことかもある、ね。そうですね。ここに肉神経とかあったりですね。肉神経って何ですか。肉の中心温度を測る温度計とか。すごい。あとペンでしょ。これ水鉄砲とかですね。これは何に使うんですか。これはバーベキューの天敵である火を消す、炎を消すための遊び心満載の道具ですね。ちゃんと収納できるところがある、うん、ですね。あといろんなこう王冠とか鍋つかみとかですね。ああ、それでできちゃうんだ。うん、これはオリジナルなんですか。これそう、最近できた、まだ試作品なんですけど、オリジナルです。肉広場オリジナル、日本バ、ね、秋田生ハゲバーベキュー協会監修のバーベキューエプロン、うん、秋田初ってことですか。初です。まあ、世界初ですね。この水鉄砲ホルダーついてるのは世界初。ここについてびっくりしましたもん、だってあとこれね、これやっぱり缶ビールホルダー、ここに入れれるように。あ、しかもちゃんとちょっと分かりづらいですけど、ね、あれですね、保冷されるようになってる。ちょっとこれすごいな。これもうね、これは絶対つけてほしいということで。おもろ。
それで税込みに1万8700円で、まあ、もちろん火に強いんですね。そうですね、燃えにくい素材でやっております。汚れても大丈夫なのね。はい、ありがとうございます。素晴らしい。で、伊藤さんがですね、いろいろと情報を発信している Facebook で、まあ、いろいろね、気になる写真見つけたんですけども、はい、ちょっとこれ見ながらちょっと説明を聞いていこうかなと思います。美味しそう。まず一つ目、はい、ビールの缶に鳥が突き刺さってるということで、これはどういう、はい、料理なんですか。はい、これはあのアメリカンバーベキューの定番の一つで、うん、ビア缶チキンって言いました。ビア缶チキン、ね、缶ビール中にちょっとビール入ってるんですけど、うんうん、鶏の、まあ、お腹から突っ込んで、うん、ビールを蒸気蒸し焼きにしてますね、うんうん、で外側はパリッと焼き上げる、めちゃくちゃ美味しい、すごいのバーベキューメニューの一つですね、うん、食べ応えありますよね。はい、1羽丸々ですよね。丸々ですね。何人ぐらいでこれ食べるのか。3、4人ぐらいでちょうどいいんじゃないですかね。市販されてるんですか、そもそもこの丸鶏さんの状態 は、はい、あの大きめのお肉屋に行けば冷凍で多分取り扱ってて、あらかじめ言えば溶かした状態で販売してくれると思います。高いんですか。ね、700-800円、まあ、1000円しないですね、まあ、大きさによります。あと、うん、日本の鳥はもう2000円ぐらいとかちょっと一回り大きかったりするんですけ ど、はい、それをね、美味しく料理、ね、できるかっていうのが多分大事なんで、ね、これは伊藤さんの手によればこれだけ美味しくなるってことですね、はい、うん、鳥も本望じゃないですか、本当にね、はい、鳥だけにね。続いての写真見ていきましょう。今かかってたっすか、鳥。スルーしたっすか。かかって何とかかってたんですか今。わかんねえけど。はい、続いてあんま適当なこと言わないでください、キャビさん。はい、ぐるぐるフランクフルト、はい、これは、はい、すごいな、フランクフルトが。はい、これはあの秋田の豚で作りました、うん、あの大戦士のタベルスキーマイケルさんっていう人とのに、うん、コラボで作ったんですけども、うん、秋田の豚が8割と岩手の鶏の軟骨が2割、うん、はい、あと水も油も一切入れてませんし、うん、本物の豚の腸に詰め込んで本物の桜の燻製をかけているという本格製法です、うん、これ大きいっすよね。大きいですね、うん、はい、600グラムぐらいありますんで、すごい、伸ばすと80センチくらいあります。はー、そして隣には生ハゲバーベキューソースということで、はい、これオリジナルの、はい、これもうん、ご当地バーベキューソースとしては珍しいんですけど、まあ、当然秋田発ですし、うん、秋田の食材が5つ入ってるんですね。へ、まあ、1つはあの大仙市 の老舗安藤醸造さんの醤油、うん、はいはい、と、うん、白神産地の黒ニンニク、うん、はい、大仙市のトマト、はい、いぶりがっこのパウダ ー、あとこの近くの下北店のリンゴ、うん、これが入ってますんで、すごい、完全オリジナルの、完全オリジナルで美味しいソースであります。今日のあの U1 でもこのセット販売したいと思っておりますんで、うんうん、5000個突破記念限定セットでちょっと安く買えますもんね。そうですね、うん、ぜひぜひお求めいただけたらと思います、はい、続いての写真です。はい、肉広場のオードブル、はい、これはいいですね、キャミさん、いいね、これで5000円なんですか。そうですね、これが5000円で、そうですね、これは5人前5000円です。大体あの多い、うん、料理お好みのお値段でやっております。1500円からですね、1人前1500円からでありました、2人前からで作っております。あらあらあら、はい、これ何種類、8種類ぐらいあるんですか。これそうですね、8種類ですね。野菜もあって、はい、あ、ハムカツもある、あ、唐揚げもあるんです ね、メニューがすごい、唐揚げうまいんですよ。なんか大きいスーパーとかで買うオードブルって迫力あるんですけど、うんうん、正直美味しいかって言ったら案外なんか食らうとこあるじゃないですか、うんうんうん、もうこれだったら伊藤さんが全部作って、そうですね、これは本当に時間かけて、あの焼き人参なんていうのはもう本当に美味しくて、大好物です。オリーブオイル塗って1時間ぐらいコロコロ、コロコロ回しながら焼いてるんですね。手間かかってますねこれ、うん、あとローストポークとかもこれも1時間ぐらいかかってますし、うーん、すごい、はい、あ、燻製チーズとポテトも入ってる。これで前日ぐらいまででも大丈夫なんですか。そうですね、少なくとも前日で、うん、はい、前日でも早い方がいいですね。2日前だともう助かりますけどね、一番いいですね、2日前が、うん、2日前だと確実にお作りできます、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。続いての写真でございます。こちら、はい、ジビエですね、これは。そうですね、鹿もも肉のタリアータ、タリアータ、はい、鹿もも肉のタリアータ、タリアータです。さっぱりわかりませんタリアータが、タリアータっていうのはなんか細切り肉っていうことで、うん、ね、
それにあのチーズを乗っけて野菜と食べるっていうイタリアの料理ですね。おはい、ジビエもやってますんで、田沢湖の熊の肉とかもうまいですね。うん、そうなんですね。熊肉美味しいですよ。田沢湖に熊いるんですか？熊いります。で、田沢湖にあの、うん、あの精肉するところがあって売ってるんですよ。へ、うん、すごい、ぜひ食べてほしいですね。すごい、うん、はい、続いて最後の写真ですね。はい、こちらは柿小屋ですね。これそうですね、はい、冬の間は柿メインで、うん、柿小屋ということで、うん、焼いたり生で食べたりもできるということをやっております。あ、いいですね。あの南三陸のトグラッコ柿っていうブランド柿が扱ってまして、うんうん、そこは知り合いの漁師さん、うん、養殖の方が直送で送ってくれるので、うん、もうとにかく新鮮ですし、とにかく安いです、うん、ね、たくさん食べてほしいなと思って冬の間は活動してます。うん、ここで食べ放題で食べるんですか？ここは、グラム、あ、1個ないくらで、うんうん、あ、いくらでっていうですね、中身が結構大きいので、うん、4つくらい食べるとまあまあいっぱいになるんですよ。とても大きい。食べ方選べるんですか？あのレア焼きかよく焼きかと。あ、いいですね。あ、生はないんですか？生はテイクアウトっていう形で、なるほど、ご自宅で開いてもいただく形になります。あ、本当に伊藤さん来てからその秋田のなんかバーベキューの変わりましたね。変わったよ。だってそもそもこのポジションいなかったもん。いなかったっすね。作っちゃったもん。だってバーベキューポジションなかったっすね。なかった。もう今だって秋田でバーベキューって僕だいたい伊藤さんだもん。伊藤さんっすよね。ありがたいっすね。本当になんかニュースの番組欄とか見てもバーベキューって書いてるとまあだいたい伊藤さんだな。伊藤さんが出てますね。はい、なるそうですよね。なんかなんて言うんだろう、その多分秋田の人って案外その野外でなんか、ね、焼いたりして食べるっていうの多分案外好きだと思うんですよ。そうですね。鍋っこありますからね。そうですね。あ、そうか、鍋っこがあるからな。でもそこに対してなんかどうやって美味しくしていこうみたいなっていうのはあんまり多分ないと思うんですよね。そこをなんか伊藤さんがバーベキューってこうなんだよみたいな、はい、本当に作ってる方だと思うんですよね。うん、でも実際どうなんですか、自分たちってスーパーで肉買うときって、うん、あのスライスされてるやつを買って、うん、まあ、それをこう味付け揉み込んで、はい、で火を起こして網の上でこう焼いて、まあ、うん、バーベキューって言ってますけど、うんうんうん、それをもうバーベキューでいいんですか？そうですね、こうあえて言えばそれは野外焼肉ですね。うん、野外焼肉なんですか？うん、焼肉とバーベキューの違いっていうところがあってですね、簡単に言いますと先ほどの、切った肉を焼く、はい、焼きながら食べるのは焼肉ですね。あ、なるほどな。バーベキューは逆で焼いてから切り分けるっていうのがバーベキューです。お、なのでなるほど、バーベキューはみんな相手がいないとパーティーとして成り立たないんですよね。はいはいはい。相手がいてパーティーはバーベキューですけど、うん、焼肉はただの食事の一つの方法ですね。はいはいはい。全く別物なんですよね。要は切られてから焼くのが焼肉、うん、塊で焼いて切ってから食べるのがバーベキューってことですね。そうです。なるほど、なるほどね。はい、そんな伊藤さんなんですけども、今日の夕市マーケットでは何を売るんでしょうか？はい、今日先ほどのあの牡蠣ですね、はい、牡蠣のあの販売と、うん、焼き牡蠣の販売とテイクアウト、うん、生牡蠣のテイクアウトと、うん、あと先ほどのぐるぐるフランクフルトとソースの先頭、その辺の販売したいと思っております。さっきちらっと見ましたけど、単品で買うと2つで合わせて3000円ぐらいですよね。そうですね、うん、それが今日もじゃあセットで買えば2500円。2500円、はい、やってしまいました。お得、安くなってる、はい、これですね、このグルソーセット、うん、そうですね、絶対お得、そっちの方がいい、うん、俺も是非是非、あの1回ぐらい買わせてもらったり、ね、食べさせてもらいましたけど、うん、まあ美味しい、まあ、美味しいですよね、はい、美味しい、これは美味しいと思います、うん、ジューシーで、はい、ぜひ夕市で、はい、ゲットしていただけたらと思います。そして伊藤さん、イベントを開催するということで、はい、はい、そうですね、今週の、はい、あ、来週か、はい、4月23日の土曜日、こちらですね、うん、はい、はい、僕も出ます、はい、そうなんですよ、ちょっとやるぜ川端でっていうことでですね、うん、ちょっと元気のない、ね、川端を元気づけようと思ってですね、うん、はい、知り合いのこのエンターテイマーの人を10組か、うん、結果すごい多いな、来ていただいてですね、うんうん、あのにぎにぎしくやりたいと思っております。肉肉しく、肉肉しく、にぎにぎしく、音肉祭って書いてますけどね。ミューニックフェス、ミューニックフェス、はい、音肉祭りと書いて、うん、ミューニックフェスということで、画面映りましたね。そうですね、下に書いてますね、うん、はい、川端ミューニックフェス2022ということでですね、一部と二部に分かれておりまして、うんうん、はい、一部が14時から、二部が18時からですね、うん、お、素晴らしい、はい、キャミソールブラザーズは一部のラスト、うんうん、
16時30分から踊らせてもらいます。当然あのバーベキュー食べ、うん、私はずっとお肉焼いておりますんで、ああもう一日屋なので焼きっぱなし、ずっと焼きっぱなしです。すごいね、チケットが投資で6000円、はい、6000円でいいですか、ずっと食べてて、まあ最初なんでしょうがないです。一番いましたもんね。一番やったって、フリードリンクもで、そうフリードリンクで、いやすごいな、たっぷり食べて飲んで、うん、食べて飲んで、かつこういうパフォーマンスも見れて、そうですね、楽しんでいただければと思っております。素晴らしい。あと 10枚ぐらい、うん、10枚ぐらいチケットありますので、うんうんうん、ええ、結構でも今さっき参加人数聞いたら結構も入ってましたね。もうそうですね、お、はい、いるなと思って、ね、はい、びっくりしました、お問い合わせ伊藤さんの携帯番号になっておりますので、はい、ぜひですね、はい、遊びに行ってみては直接ください、はい、どうでしょうか、はい、ということで、秋田市中心市街地で活躍する有志の皆さんにお集まりいただき、そこからいただいた情報を紹介するコーナー、椎名ちゃん街中応援委員会、ゲストに川端ルーフトップ肉広場の伊藤智弘さんにお越しいただきました。伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後午後3時から開催の有志マーケットにも伊藤さんいらっしゃいます。皆さんぜひお越しください。